アフトンはアメリカ合衆国アイオミング州臨館群に存在する町。2000年現在の国勢調査では1818 18人が居住している。アフトンでは以前に福島県白沢村と姉妹都市提携を行っていたが2006年12月31日をもって提携を解消した。アメリカ合衆国統計局によると この町は総面積8.9平方キロメートルである。そのうち全域が陸地で、水地域はない。アフトンは、スターバレーという産地にある草原で最大の町である。2000年現在の国勢調査で、この町は1818 18人、651世帯、及び475家族が暮らしている。人口密度は204.6平方キロメートルで 86.、86.6。 平方キロメートルの平均的な密度に769件の住居が建っている。町の人種的構成は、白人97.19%、アフリカンアメリカン0.06%、先住民0.39%、アジア系0.06%、その他の人種0.94%、及び今月、根結1.38%で、 人口の2.81%がヒスパニックまたはラテン系である。651世帯のうち38.2%は18歳未満の子供と暮らしており、62.5%は夫婦で生活している。7.7%は未婚の女性が世帯主であり、26.9%は家族以外の住人と同居している。 24.1%は独身の居住者が住んでおり、9.2%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.76人で、あり、家庭の場合は3.32人である。町の住民は32.3%が18歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下が9.7%、25歳以上44歳以下が23.6%、45歳以上64歳以下が20.5%、および65歳以上が13.9%にわたっている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は90.4人にいて、18歳以上の 女性100人ごとに対して男性は88.7人いる。この町の世帯ごとの平均的な収入は37,292米ドルであり、家族ごとでは43,400米ドルである。男性の33,472米ドルに、対して女性は28,93米ドルの平均的な収入がある。 町の一人当たりの収入は16,177ベードルである。人口の7.6%及び、家族の5.5%は貧困線以下である。18歳未満の9.8%及び65歳以上の5.2%は貧困線以下の生活を送っている。アメリカ合衆国国政調査局。2008年11月29日閲覧。ありがとうございます。